コーナーショップはイングランドチューブウルバーハンプトン出身のロックバンド。インド系英国人であるティジンダー・シンを中心として1991年結成。バンドは現在に至るまで幾度かのメンバー交代を行ってきたが、実質的には結成時からのメンバーであるシンとベン・エアーズ二人によるデュオ体制で活動している。バンド名の由来はイングランドのアジアンコミュニティに 数多く点在する日用品商店の典型的な通称からギターロックにインド音楽を廃したエスニックなサイケデリックロックを主体にデビュー前後はブリッドポップブームの流れに組みする扱われ方で登場したがブームが収束した後もハウスミュージック、ファンク、ヒップホップといったリズムセクションをふんだんに取り込んで広くダンスミュージックの要素を横断しながら 同時にインスト重視のフュージョン路線にもそのを広げている。1993年エルビスセックスチェンジ EP をリリース。この EP 発表直後に起こした EMI 本社前でのモリシシーのポスターを焼き捨てるパフォーマンスで注目を集めたデビュー当初はその言動からカレーパンクなどと揶揄されたが1994年に発表した デビューアルバムがワールドミュージック探求に傾倒するデビッド・バーンに注目され、彼の主催するレーベルル・ルアカバップから紹介されるなど、そのオルタナティブな音楽性に評価が高まり、翌年のセカンドアルバムリリースに伴っては、ベックのツアーオープニングアクトにも抜擢された。バンドを最も有名にしたのは1997年発表のサード・ウェン・アイ・ワズ・ボーン・フォー・ザ・セブンスタイム。 この作品から彼らの代表曲であるブリムフル・オブ・アーシャがヒット。ファットボーイ・スリムによるリミックスバージョンは全英シングルチャートで1位を獲得。このリミックスはファットボーイ・スリムのベストアルバムにも収録されており、彼の代表的なリミックスワークの一つとしても有名となった。ちなみに、この97年には来日公演を行っている。 オアシスのノエル・ギャラガーが客演した2002年の4作目を前後してサイドプロジェクト、クリントンでの活動やドキュメンタリー映像の作成などのため、コーナーショップ本体での活動ペースは緩やかとなっている。2011年には6作目、コーナーショップザダブルをグルーブオブ発表に合わせ、約10年ぶりの来日公演となるフジロックフェスティバルに出演。ありがとうございます。